はい。失礼します。お願いします。お願いします。最初お願いします。どうして？え？わかりません。これは僕も。どうすればいいの？最初お金入れてください。ちょっと待てよ。小銭あるか。ちょっと待ってね。ちょっと待てよ。はい。取ってくるで。これいくらでもいいの？はい、はい、これでもいいっす。100円に、うん、はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、違う、こっち、こっち。そうなんだよ。なんかボン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 音聞こえるなと思ったら、ね、お賽銭くださいって言ってた。小銭持ってなかったもんね。いくらでいいかなって。いや、車の中に入れてたんですよ。ああ、中には持っていってなかったもんで、ね、いやいやいや、せっかくだね。昔はね、子供多い時やっぱね、このぐらいあーでしょうね。もう本当にパソコンになったの。私が役員してた時、子供ちっちゃかったでしょ、その子はもう役員なんですかね。あーだからね、43年です。自分らの方はなかなかこういう、ま、町単位でのお祭りっていうのはもうなくなってきてますもんね。ああ、村祭り。だんだんなんか減ってきてますね、本当に。そうですね。よく疲れないで、だって頑張って、育成会の人が続けてくれてると思うんですよ。子供たちもね、ただ行って、お昼ご飯ごちそうになって、図書券500円分もらえるんだけど。自分もちっちゃい頃はな、こういうのありましたけどね。町内会じゃないけど、なんかこうやっていろんなとこ行って廃品回収とかじゃないけど、家のなんかいらないものとか集めて、その代わりなんかお昼になんかおやつもらうとか。今はもうなんかないみたいですね、今の方は。こっちもないですよ。本当になんかもうちっちゃい時ぐらいの時はそうやって集めて、それでキャンプ行ったり、子供たち連れて、いろいろな行事して、バーベキューしたりして、その廃品回収で集めたお金で。今小学校1年生から6年生まで80人ぐらいって言ってたから。人数的にあれですね。でも
中学校もここの地域にあったんだけども、まあ、去年ぐらいで栗山町の方に統合されて、ああ合体というか、そう少なすぎてね、部活もできなくなっちゃった。この看板見やすかった。見える？あ、これいいよなと思って。ここの向かい側のとこはなんか Google マップ見たとき出たんですかね、この好きな先ね、うんうん、あ、じゃあこれだってそうだよなと思って、うん、多分右か左どっちだろうなって、でもこっちに建物あるで多分向かいだよなって、うんうん、ちょうどここに立ってくれてましたよね。あ、私？お父さん。あ、そうだ。お父さんもね、時間になったらね、はい、日本人じゃない人もわかんないから、はい、50分ぐらいでしたかね、自分来たのが確か、あ、そうだ、とりあえずここ入ってそこら辺ちょっと止めたんですよ、うんうんうん、どこ行っていいかわからんな、うん、ね、でね、暗いからって電気買ってきてつけたんだけど、それがまたね、うん、大して明るくないんですよ。じゃあもうこっち側の方に工事頼んで電気つけるしかない、よっぽどのあれにするかですよね。でもこの看板で十分ありやすい、もうちょっと大きいのかな、なんかあそこに看板でなんかエアビーアヌイとかなんか書けばね、それぐらいだと多分その日本人とかじゃなくても多分エアビーのマークでもつけとったからね、まだね、許可もらってないから、ああそういうのがあるんですよ、うん、保健所の許可もらってないんですよ。あ、見に行ったらカウンターつけないとダメ、子供行ってもあの横カウンターって貴重しますよ、ええ、あれが必要なんです。カウンターの中は畳2枚、2畳必要なんです。なかなか日本らしいそのなんか規制というか、そこのところでねリタイアしちゃった。あとはねカーテン、豪華カーテンだとか窓とか全部 OK だ。カウンターでもうちょっと待ってれば、あのこういうふうに、ね、ホスト在宅のところは、ね、届け出制で OK になるらしいんですよ。それが来年の春かな。なかなか遅いですね。オリンピックまで本当になんとかしてほしいですね、うん、なんか日本人的にも、そうするともっとみんな来やすいっていうか、そうですね、うん、そしたら私もドーンと出せるんだけど、今、うん、保健所来てやめてくださいって言ったら、それは逆らってないから、なんか言えば言ったら保健所来たって、その人も新聞載ったりしてね、優雅にこういうね、ゲストハウスができたみたいで、新聞社来て載っちゃったの、許可取る前だったから、あまいったまいったって、結構ね、こういうエアリーしてると横のつながり強いですよ、あみんなで情報がね、こういう時はこうだとか、はい、あのビジネス型の人はそうじゃないけどね、あ完全になんか、うん、その営利じゃないけど、営利やってる人はあの入らないけども、在宅のゲストハウスっぽくしてる人たちはみんなあの情報交換してこんな時はこうする。大体外国人がね、ひどいことになる。慣習とかそういうのはもう根本的な生まれた背景が違うから、常識が完全に違っちゃいますもんね。うん、だからもうしょうがないから、そういう時はこうしましょうとか、日本人はもう気づかないで。柔らかく言うと、そういう時はストレスに見ましょうとか、なんかそんなような情報交換。それ面白い、いろいろ。でもいい人ばっかり。本当にいい人来てくれる。で外国の人もね、うちはあのレンタカーで来ないとダメでしょ。だ国際免許持ってないとダメです。あ、そうですね。レンタカーだと。それなりの。あ、そうですね。うん、国際免許取るんだったら、まあ自国で取ってこんと。海外もそうですね、多分。日本もそうですね、確か自分昔撮った時あったけど、うん、平張りというかその県のなんか運転免許証行けば申請だけすればパスポート持ってくるから確か取れた覚えあったんですよ、日本は、うん、海外は分かんないですけど、だから中国でもね、上海と香港の人は取れるんですって、在住の人だけど、なんかそれ以外のはちょっと田舎の方の本当の中国の人たちは日本でね、国際免許取れるってことはもうパスポートもあるし、うん、自国の免許証もあるから、そうそうそう、まあまあ、うん、そのレベル的にね、うん、信用っていうことないですけど、でね、なんか誰か言ってたけど、エアビー登録した時点である程度ね、カード持ってないと登録できないから、あれそうでしたね、なんか
カードでないと登録できない。支払いがあれですよね、うん、だから外国の人もカード持てる人ってそこそこなんですってね。ああ、ちょっとそこまで自分もあんま分かんないだろうけど、うん、って言ってた。だからカード持てるっていう自体でまず第一クリアだってまあでも日本でもそうですもんね。いきなりその無職の段階から申し込んでも、ある程度その金属年数というわけじゃないと、まあまあないと、ね、発行してもらえないから、ね、ちょこっとはいいけども、うん、海外ってどのこうのですね、うん、上限が10万とかじゃあれですね、うん、その使いようがないから、ね、札幌あたりだったら飛行機乗ってリュック背負ってくる人たちはいろいろな人がいるみたい。あの札幌の時確かそうゲストハウスじゃないけど、まあそんなようなとこ泊まったんですかね。連れ同士だったり、それ連れが取って同じ部屋だったんですけど、まあ結構多国籍っていうか楽しかったでしょ、それはそれで。多分分からん言葉はあれ広東語かなんか多分あれだろうなと思って、ほんやめないみたいで。マレーシアとかシンガポールで英語を喋るけれども自分たち同士はやっぱ中国語です。いやでもやっぱあれですね、そのいくら例えば英語喋れてもこういう細かいニュアンスっていうのは言いにくいですもんね、うん、伝えにくいのが。私はしたいとかこれが欲しいとかぐらいだったらあれだけど、細かい本当気持ちをなかなか伝えるのはやっぱ母国じゃないと。そうなんですね。喋ってる時はずっとよっぽど慣れた人でも多分あれじゃないですか、母国のがやっぱ楽じゃないですか、相手がその喋れるっていう前提なら、うん、本当そうだ。でもそんな声張り上げてって言うと一組だけですね、やっぱ喧嘩せんのかと思った。いろんな人その人はね、運転手やってたんですよ。でその運転手さんはどっか行っちゃった。置いて帰れんも帰れんというか移動できんもんで、こっからってことですね、うん、でまた朝になったら迎えに行って、その時とこついてどっか韓国帰っていったら中で行って、運転手さんがでも車乗って行けるのかなと。まあね、タイの人でねツアーについて日本語とタイ語と英語と中国語喋れるんです。すごいなすごい2カ国語だけでも尊敬するのに。だからもうそういう仕事をしてるみたい。はあ、いいな。喋れんでも片言でもあれですよね。そう、片言で意思疎通できるぐらいだったら、そんな難しい政治のこと喋るわけじゃないですから。そうなん、そうなんね。本当に、うん、何が食べれるとか、そんな。そうそう、お風呂はどことか、手洗いはどこですかとか。韓国の人にガイドしてるって、そしたら日本がペラペラだった。いやいや、本当どんどん伸びるでしょうね。いやだからね、旅館の人たちがそうそう、だから嫌っていうか、どっちかというと迷惑っていうか。だからって栗山町の旅館に、まあ、2軒ぐらいあるんだけども、うん、でも選びづらかったら栗山の旅館泊まるっていう選択肢はないですよね。そうなんですよ。自分もなんか最初じゃらんとか見てましたけど、うん、どう見ても選びのが値段的な問題で見てもそんな大差ないし、うん、というかむしろこっちの方が安いぐらいだから、うん、で探せばなんか結構そこら辺のなんていうの、うちの方拠点するのとかまあいろいろあるし、うん、増えてきてますよね。去年の7月になった時はこの近辺一軒だったんですよ。あ、そうなの。今もう夕張か。そうですね。ここら辺でもなんかもうちょいありましたもんね。うん、あのそれこそあのユニの行くところにカフェ&民泊っていう、そこも民泊始めたみたいです。未来のあるあれというか。自分たちが旅行行っても1人3500円かそんなもんで泊まれたらいいよねっていう感覚で、それはあれでしょうね、その5000円以内で泊まれるっていうのはなかなかあれですよね。普通に泊まろうとしたらやっぱカプセルじゃないけど、うん、まあ1人目はちょっと高いけど2人目2000円だから、うん、だから半分に割ると大体1人3000円ぐらいっていう感覚、まあ、4人とかぐらいで来ると一番あれでしょうね、人数多い方が、うん、そうそう、うん、
ってうちは清掃代取ってないので、あのね、上手にしないと安くても清掃代5000円、6000円って取る。ああ、ありますね、見てますね。そんなになるとばっかりしちゃうんですよ。なんかレシートはね、私が選択するから、勘弁してもらって。自分も初めてのあれで、どんなもんなんかなって。ああ、そうなんだ。丸ガスだったらね、本当のアパートを自分で鍵指輪とかがダイヤル式でして入って、なんか自分のアパートに帰ってくるっていう感覚みたいな。僕はホスト在宅型なので、在宅型貸す方としては在宅しとった方がいいでしょうね。そうそうそう、怖いですよね、うん。一緒に、いや、その何かあったっていうか、あ、そう、ゲストさんなんでしょう、うん、行った方が、うん、最悪なんかっていうか、お互いに安心感ありますし、何、うん、かあった時ね、うん、後ろ、裏、ちょっと前までね、全部緑だったの。キラキレでしょ、田んぼ下げてきました、ね、本当、私、一番好きな人がいないぐらいの人。もう、もう一週間ぐらいしたらもう刈り取ってなりますよ。あっという間、コンバインでブワーって刈り取って、あっという間なりますよ。あんだけは。あんだけは、本当に。本当に何日、2日ぐらいかな。そう、2日で?2日3日。すごいね。こっち側の奥の木はもっとすっごいコンバインあるからね。出てたらドドドドドドドって、あ、稲から始まったね。こんなのだな。ハーベストなんだろう。外国の大きい農場で使うようなことがあるんですよ、1000万って言ってました。北海道来ると本当機械の大きさが全然違いますもんね。違いますよね、完全に。走っとる車でも10トンじゃないですもんね、うん、もう完全に。本州の方だと10トンでも大きいぐらいなのに。あ、ダンプか、うん、なんか俺のもう本当にあれなんだろう、15トンか20トンぐらいの量なのが、うん。遠いから、うん、まあ、そうですよね。大量に走らない、効率悪いですよね。ちょろ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 行っとったって。道路も広いですよね、うん。道路は本当広いで走りやすいですよ。たまに警察待ってますよ。あ、スピード出さないですよ。出ないですよ。出ます出ます。坂とか登ってかんすもん。綺麗ですよね、今。毛高いもね。うん、これ新しい毛。3年目ぐらいかな、これ。うん、いえいえ。記念に持って帰ってきた。こんなのありましたね。せっかく、せっかくだね。年に1回のお祭りうまく当たったで。見させてもらわんと。